ゲアハルト・ハウプトマンは、ドイツの劇作家、小説家、詩人。1912年に、ノーベル文学賞を受賞した。プロイセン王国、ニーガーシュレージエンのオーバーザルツブリュン生まれ。ドイツにおける、自然主義演劇の中心的人物。作風は、自然主義的手法で、社会的問題を描くものから始まり、やがてロマン主義。 象徴主義などの手法を用いるようになっていく。後には再び自然主義的作風に戻るが、その頃には社会的問題よりも個人の内面に着目した作品が目立つようになる。最初の戯曲はイプセンの影響を受けた日の出前。労働者の抱える問題を自然主義的手法で描いている。折りたでは仮想階級の生活を描写した。この戯曲は ハウプトマンの代表作の一つとされている。他の作品には、風式劇、ビーバーの毛皮、ロマン主義的な作品、ハンネルの商店』、象徴主義的な作品、人章などがある。他にも、歴史劇や童話劇などを書いており、自然主義に収まらず様々な様式を試みた。ティルオイレンシュ・ピーゲルを素材とした作品を書いたことがある。1946年6月6日、 ニーダーシュレジエンヒルシュベルクのアグネテンドルーフで死去。83歳ボー死の直前にドイツ人追放を知ったため、遺体は希望により夏の別荘があるバルト海の秘伝税島に故郷の土と共に埋葬され、後に妻も埋葬された。1920年頃、三菱商事社員としてベルリン赴任中の旗とよきちがファンレターを出したところ、 ハウプトマンのシュレジエンの山荘に招かれ、神道や日本文化について聞かれ、大晦日にも年越しパーティーに招かれたという。ありがとうございます。